はい、こんにちは、タカです。まず最初に、この動画はクロス編を中心に話をさせてもらおうかと思います。いつもまとめて動画の方は出しているんですけども、少し時間の方が長くなりすぎてしまいましたので、動画の方を2つに分けさせてもらいました。こちらの動画では、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、このあたりの通貨を見ていきたいと思います。その他の通貨に関しては、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。ということでね、まあ、早速見ていきたいと思います。こちらがユーロ円、日足に月足を重ねています。実は今週、木曜日、金曜日と円の方がすごく売られました。結果的に木曜日、金曜日で黒線は大きな上昇になっています。これ2月にも十分つながる動きだと思うんですよね。例えばユーロ円、これが月足になりますけども、直近の高値もまあわずかなんですけどもね、ブレイクをしています。これで11月からは3ヶ月連続の陽線、そして直近の高値を抜けてきました。こうなってくるとね、今月もこの高値更新は見ていきたい流れにはなってきます。ならば2月の戦略というのは、押し目をしっかり拾って、この高値を更新する流れを見ていきたい。ということにはなってくるんですけども、ただ少し気になるのが、このユーロ自体は弱いんですよね。円の方がものすごく弱いからチャートの方は上がっているんですけども、決してね、まあ、ユーロが強くて上昇しているわけではない、そこが少し気にはなるポイントではあります。金曜日なんかはしっかりユーロ買われましたんでね、そういった流れが来月も継続するんであれば、また流れも変わってくるとは思いますけども、ただまあ1月はユーロ弱かったですからね、なかなか1日強かっただけで、しっかり買いを見ていくというのは少し難しいですね。ただまあ来週からは2月相場。月も変わるということで流れも変わってくるかもしれません。チャートを見ていけばしっかり高値はブレイクしているという事実はありますからね、まずはロングを見ていきたいと思います。懸念点があるとすれば、まあ、すぐに潰されるといった形。ここには明らかに壁がありますからね、この高値からの売りがしっかり入ってしまえば、まだまだ抜けと見るには微妙な抜けではありますんで、まあ、そのあたりに注意は必要かなと思います。強い流れを見ていくんであれば、2月の終わり値が127円をしっかり超えてくること、強い上昇を見ていくためにはそういったものが条件にはなってくるかなと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。僕はユーロ円のこの126円、ここのサポートをものすごく重要視していました。これはもう12月の初めからずっと続いているサポートになります。このサポートの上でずっとレンジ相場を作っていました。まあ、つまりは足場ですよね。直前には強い流れもありました。足場があるということはこの足場を利用して高値をブレイクする形。こういった波を見ていたんですけども、3週前ですね、これ下の方に抜けてしまっています。つまり足場が崩れてしまったという形で、こうなってしまうとね、高値からの売りを見ていく人たちが出てきます。戻れば売り。ただ実際値動きを見ていると、なかなか下がらない。僕はこの126円、重要なサポートと見ていましたので、この126円に絡む動きがずっと続くんではないかなと。要はこの青い波とこのピンクの波、この攻防というのがずっとこの辺りで起こっていて、そしてなかなか結果というのは出てこないんではないかなと思っていたんですけども、この見立てはもう完全に崩れていると思います。しっかり高値を抜けてきて、今はレンジの高値圏。今誰が苦労しているかというと、やっぱりこの青い波を見ているベア派になりますよね。このショートをした人たち、どこにロスカットを置くかというと、多くはこの直近の高値、この辺りに置いてくるんじゃないかなと思います。今はこのレンジの高値圏、まだレンジから抜けているわけではありません。ただ少しでもこの高値をつけてくると、この売りを見ていた人たちのロスカットを巻き込んだ動きというのは出てくるかもしれません。いわゆる踏み上げ相場ですよね。まあ、吹き上げるような動きというのはあるかもしれませんね。普段であればまだまだレンジ、抜けているわけでもありませんから、当然ロングは慎重に見ていかないといけない場所ということにはなりますけども、レンジを見ていくんであればレンジの下限から、これは僕がもう常日頃から言っていることではありますけども、今回の場合ね、このレンジの下限まで行ってしまうと、抜けた後の戻りで戻り売りを入れた人たち、ベア派の人たちをこの辺りで救うことになってしまいます。救いを入れてしまうと、当然この辺りのロスカットはなくなってしまいますから、2月に入ってまず最初、この高値ブレイクというのは見ていきたいですよね。そのためには深い押しが入ってしまうと高値ブレイク難しくなってくるかもしれません。このロスカットの注文というのをなくしたくないんですよね。なのでまあ目の前に壁があるわけですからこの辺りで持ち合い、足場を作るような流れというのはあるかもしれません。ただブレイクを見ていくんであれば深い押しをイメージする必要はないかなと思うんですよね。押しが深いと逆にロスカットなくなってしまいますんで、この辺り、高値圏でしっかり足場を作って、深い押しがない状況で高値をブレイクする形。こうなればね、まあ、ベア派の買い戻しというのが出てくると思いますので、まあ、しっかりした上昇というのはあるかもしれません。ならば、まあ、見ていきたいのは短期足のこの高値付近での小さなサポート。これが見つかれば、このサポートを起点としたロング。そして割れてくればね、まあ、深い押しがあるということで一旦は投げというね、まあ、明確なポイントが見えることになります。
抜けてくるかどうかというのはこれはわかりませんけどもね、現状はこの辺りでショートは捕まっている状況ではありますんで、まずはそういった苦しんでいる状況にある人たちとは反対のポジションで流れを掴んでいきたいと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。ユーロね、まあ正直僕はちょっと手を出しづらいんですよね、なぜならやっぱりこのユーロの弱さを感じているから。ただ今はそれ以上に円が弱いですからね、この流れについていくしかないかなとも思います。目の前には大きな壁、これはもう上位足で見ている通りです。今はまだ足場も何もない状態ですよね。なのでまあこの状態で一気に抜けてしまえばこれはちょっと手は出せないかもしれません。短期足でもいいんでね、あくまでこの辺りで少し足場というものは作ってほしいですね。サポートが見えてくればこのサポートを起点としたロングというのを見ていくのは面白いと思います。ただこれが本当に抜けるかどうか、この部分に関してはもう値動きを見ていかないと分かりません。抜けなくてこの足場が崩れてしまうかもしれません。ただまあこうなってしまえばね、まあ、下の方に試すということで、下の方でショートをした人たち、まあ、この人たちは救われることになります。救われるということは高値付近でのロスカットがなくなってしまう、僕の考え方の根拠が崩れてしまうということになりますから、そうなればまあ投げないと仕方がないですよね。ある意味ね、まあ、すごく分かりやすいポイントにはなってくると思いますんで、やっぱりこの短期的なサポートというのを見つけていきたいなというふうに思いますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足の波を見ても、すごく強い流れが見えてきます。2日間で1円上げ、まあ、しっかりしたトレンドは出ていると思います。ただ今は流れが止まっています。調整局面に入っているということで、今度はこの下のサポートを探すことが大事になってきます。今のところまだ少し見えないですかね、127円、この辺りがサポートになってくるかもしれませんけども、切り板ということで、まあ、多少下の方に抜けてくる動きというのもあるかもしれません。値幅の方もこれだとかなり狭いですからね、これだけの大きなトレンド、足場というのもそこそこのサイズにはなってくるんではないかなとも思います。こういったレンジ相場を見ていくのは少しサイズ的に小さすぎるような気がするんですよね。あくまでこの辺は感覚の問題でもあるんですけどもね、もう少し大きなサイズで足場というのはできてくるんではないかなと。なのでまだこの下のサポートというのは実際見えていないんではないかなと思います。来週、まずはこの下のサポート探しから始まるかなと思いますね。サポートさえ見つかればそこからロングは見ていきたいと思います。そして、まあ、逆にもう開幕からずっと強い流れが続いてしまった場合、高値をしっかり取ってきた場合というのは、まあ、足場がないですからなかなかエントリーというのは難しいと思います。それはそれ、割り切るのも大事かなとも思いますね。全ての流れを取ることはできません。高値を掴んでもし下の方に落ちてしまったら、これは大きなロスカットにつながってしまいますんで、サポートを見つけてロングしていけば、まあ、サポート割れたら投げる、大した値幅にもなってこないと思いますんで、小さなリスクで大きな値幅を狙えるチャンスというのは出てくると思います。待つというのも大事だと思いますね。抜けてしまえばしょうがない、割り切れも大事だと思います。はい、こちらがポンド円、日足に月足を重ねています。ポンド円がものすごく強いですね。これが今月の月足になりますけども、1月に関してはもうポンドが強い、円は弱い、もう完全に流れに乗っていると思います。短期的には上昇トレンドも見えてきます。ただしそろそろ戻りの高値も見えてきています。この高値は何の高値なのか、高値からのこういった売りの流れの戻りの高値ですね。これ少し見えないんですけども、ずっと売りの流れが続いている、そういった流れになっていますけども、この辺りから安値を更新してきていないんですよね。むしろ安値を切り上げる流れになっています。つまり青い大きな下落の波が反転しそうになっているんですよね。そういった流れできているピンクの小さな上昇トレンド、普通は小さな波は大きな波に飲み込まれます。例えばこういった小さな上昇トレンドも最終的にはこういった大きな売りの流れに飲み込まれたりはします。ただまあ大きな波の反転が起こるときは最初はやっぱりこういった小さな波から始まるんですよね。今回すごく強い流れが出ています。戻りの高値を抜けるかどうか、そういった場面まで来ていますけども、そこそこ重要な場面ですからね、まあ、すぐには結果が出ないかもしれません。これ見ているのは月足の流れになりますからね、まあ、数ヶ月の値動きの攻防というのはあるかもしれません。ただ今は目の前、144円あたりは重要な戻りの高値がある場所、上位足の攻防が起こりやすい場所というのは抑えてはおきたいですね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくともう一方的な動きですよね。こうなってしまうとも言うことはないと思います。今週も高値更新を見ていく、トレンドというのは一度出てしまうともういつ止まるかというのは分かりませんからね。このトレンドが継続する間はこの高値更新をしっかり見ていきたいと思います。ならば戦略としてはね、まあ、1週間で見ていけば押し目をしっかり拾って高値更新をイメージしていくということになりますね。
ならば下の方、どこかにサポートができるはずということになりますんで、まあ、そのサポートを探すことになります。例えば売りを見ていくんであればね、週足が一度流れが止まった後、例えば週足がしっかりした陰線を出すとかね、こういった流れが一旦止まった後にショートというのを見ていけばいいのではないかなと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足で見てもトレンドがしっかり出ています。142円をブレイクしてからはもうトレンドが強いですよね。陽線がしっかり続いていますから、月曜日もこの高値更新を見ていくことになります。ならば戦略としてはどこかで拾って高値更新を見ていくということになります。まあ、押し目買いですよね。どこかで波は止まることになります。まあ、それが月曜日になるかもしれません。日足がしっかり陰線が出てから売りというのは考えていけばいいのではないかなと思います。今はもうトレンドが出ていますからね、トレンドというのはいつ止まるかはわかりません。流れが出ているうちはこの流れに乗っていきたいと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。日足で見るとトレンドが出ているわけですよね。こういった短期足の流れを見てもしっかり上昇トレンドは見えてきます。ただしこの流れは一旦止まっていますよね。もう売りがしっかり入っていますから、今は調整局面に入っているということになります。なので真下のサポート探しですね。このサポートが見つかれば再度高値を抜けていく展開というのは見ていけると思います。まあ、つまりは日足の高値更新になりますからトレンドの継続。ただこの押しが深いと高値までの距離がすごく遠くなってしまいますから、1日で高値更新は難しくなってしまいます。そうなるとね、日足の上昇トレンドは一旦止まることになります。調整局面に入ってくるということで、少し値動きの方も難しい状況にはなってしまいます。シンプルに押し目買いだけを見ていけば1ハトは終わってしまうということですね。なので、まあ、月曜日に大事になってくるのが、あまり深い押しがない位置でしっかりサポートが見つかるかどうかですね。これが見つかれば高値更新は見ていける。深い押しが入ってしまうとどうしても距離ができてしまいますから、まあ、日足のトレンドが止まってしまう。ならば日足も調整局面に入ってきてしまうということで、まあ、売りの流れも見ていけるチャートにはなってくると思います。なのでまあ見ていくのは分かりやすいかなと思います。サポートが見つかればロング、見つからなければそのまま様子見ということになりますかね。今度は1月最後まで強かったですから、2月に入ってもまずはこの流れの継続を見ていきたいと思います。はい、こちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。5ドル円もかなり強いですよね。実は5ドルも大して強いわけではないんですよね。ただそれ以上に円が弱い。もともと5ドル円もすごい上昇のペースも速くて、しかもかなりの高値圏まで来ています。状況としてはもういつ売りが入ってもおかしくないような状況ではあると思いますけども、ただまあ付け足を見ていけばね、しっかり陽線が出ています。正直僕はもう5ドルに関してはね、まあ、ちょっと苦しい状況にもなってきているかなとも思います。5ドルドルなんかを見てるとね、本当に苦しそうな形になっているんですけども、ただ円が弱い、そういった流れを見ていくんであればね、やっぱり高値更新もあるかもしれません。事実として1月は陽線が出ています。目の前には壁があるんですけどもね、この壁に対して強い流れが出ているということになりますね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。ただし上位足の環境を見ると少し違った景色が見えてきます。今はこの上昇トレンドは止められて調整局面に入ってきています。まだチャートは崩れていませんよね。この足場も崩れていません。ただこの上には大きな壁があったのは上位足で確認済み。この壁を抜くための足場となっているのかもしれませんけども、この足場がもし崩れてしまった場合、直前にはこれだけの上昇トレンドがあります。これも同じような話をしていますけども、しっかり押しを入れてくれた上昇トレンドがあればね、こういった押し、サポートというのは見つけやすいんですけども、今回これは一本上昇で上げています。もう相場の方が強すぎるんですよね。こういったチャートが崩れてしまうと、今度はサポートとなりそうな場所が見当たりません。結果、大きな売りになってしまうかもしれません。ゴードレーンはこの足場が崩れる展開、これは十分に気をつけて見ていきたいと思います。今のところこの下のサポートは79円の真ん中あたりを見ています。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足に関しては僕はこの2つの塊を見ています。1つがこの高値圏でのレンジ相場、2つ目が今のこのレンジですかね。この2つの塊、高値を切り下げていますんで、この切り下げを見て売りを見ているベア派というのはこれは間違いなくいると思います。一方で直前には強い上昇がありました。押し目買いを見ているブル派というのも間違いなくいると思います。ブルーの波を見ている人にとってはこういった切り下げであったり、高値を何度か試したという事実であったり、こういったものを根拠にした売りの流れ、一方でピンクの押し目買いを見ている人にとっても2回サポートされたという形を見ています。どっちの流れもしっかり根拠があるんですよね。なかなかチャートが崩れてこない。
結果が出るのはこの高値安値を抜けてきたところかなと思いますけども、今はこの間に挟まれてレンジ相場、レンジというものが見えていますから、この中でどのような値動きをしたとしてもおかしくはないわけですよね。昨日おとといあたりすごく大きな値動きになっています。なかなかついていくのも大変だったと思いますけども、終わってみれば実体部分を見ていけば結局はレンジ相場なんですよね。短期足を追いかけてしまうと振り回される、大きな足を見ていけば結局動いていない、まあレンジ相場にはよくある動きだとも思います。豪ドル円に関してはもう抜けをしっかり見ていくしかないかなと思いますね。大事なのはこれ日足の流れを見ていますから、日足の終わり値がしっかり抜けてくるかどうか。だいぶボラの方も大きかったですから、チャートの方もかなり傷んでいると思います。月曜日も突発的な値動きというものはあるかもしれません。ただし、まあ、先週は結果的にレンジ相場という形を見せていますんでね、あまり短期足に振り回されたくはないですね。まあ、今週はもう仕方がなかったかなと思います。直近の安値をつけた後に今度はすぐに直近の高値をつける、終わってみればレンジの中、なかなかこういった値動きを想定していくのは難しかったと思います。ただし今はこの値動きをちゃんと見ているわけですよね。もう一度こういった動きはあるかもしれません。高値を抜けたけども戻ってくるとか、抜けそうだけども抜けない、トレンドが出そうで出ない、そういった値動きは続くかもしれません。今週のこの値動きを教訓にはしたいですよね。来週も同じような値動きで同じようにやられることのないように、高い安はしっかり意識してトレードはしていきたいですね。下は79円の50あたり、上は80円の40あたり、短期的には抜ける場面というのはあるかもしれません。そのあたりまでしっかり想定してチャートの方は置いたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。今週はこの5ドル、テクニカル的にはすごく面白い動きをしていたと思います。特にこの80円をネックとした展開、この上で3ゾーンを作って下の方に抜ける、抜けた後に急反転しているけども戻りの高値を抜けてこない、直後に押し安値、サポートを割れる、この高値を抜けてくるまではこの辺りのブルベアの攻防というのがチャートの方からしっかり見えていたとは思います。ただし安値をつけた直後に今度は高値をつける、最終的には戻ってくる、こういった動きをされるとね、もう高安を基準にチャートの方は見ていけなくなってしまいます。少なくともこの4時間足レベルの波に関してはもうちょっとよくわからなくなってしまいましたね。なのでまあ上位足の大きなレンジ、このレンジを意識していくことになるかなと思います。ならばトレードをしていくんであれば、この高値安値壁に引きつけてということになってきますんで、例えば80円あたり、このあたりの値動きは要注意ですね。レンジの真ん中ということもありますから、上に下にと振らされることもあるかもしれません。トレードは十分注意をしていただければと思います。極力このレンジ上限下限、ここを意識したいところではありますね。はい、ということで、まあ、円の方がかなり弱かったんでチャートの方はクロス円全般すごく強い流れにはなっています。ただ明確に抜けている強い流れがはっきり出ているのはこのポンド円だけ。ユーロ円もね、まあ、強い流れにはなっていますけども、高値は目の前にありますし、豪ドル円はなんだかんだで今はレンジのど真ん中です。強い流れを見ていくには豪ドル円もユーロ円も少し手は出しづらい状況かなと思いますね。なのでまあロングを見ていくんであればね、円売りを見ていくんであれば、明確なトレンドが出ているポンド円あたりは面白いかなと思います。ただまあ来週からは2月相場、月が変わるということになりますから、流れも変わってくるかもしれません。月末に向けて円の売りというのが出ていましたけども、このトレンドが継続するのかどうか、まずはこの1週間ぐらいの流れをしっかり置いたいと思います。今回は以上になります。今週末、動画を3つに分けさせてもらっています。1つがドル円、1つがドルストレート、ドルが絡む通貨ですね。もう1つがクロス円、この動画になります。ドル円の動画、ドルストレートの動画に関しては概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。木曜日金曜日で出てきた円の売り、この流れが2月も続くのかどうか、週明けはまずはこの円の売り注目をしていきたいと思います。それでは来週も頑張っていきましょう。